日何回ぐらいこれやったんですか。1日1回です。あ、これが1回、はい、あ、そう4セット、はい、でご飯もそんな食べられない。そうですね、あのだいぶ節制してきました。節制してコントロール効くようになった。はい、コントロール効くようになった。いや、まあんま効かないですよ。効かないです。先生夢に見ます。なるほどね、わかりました。はい、この公演終わったらやっぱり何かが戻りますか。あの、とりあえずラーメン食べる。ラーメン食べると、はい、あ、もう食べてないんですね。わかりました。はい、またスイッチ入れると忘れちゃいましたね。ごめんなさい、画面のモニターだけになってしまって、この同じクオリティはね、はい、藤原さんに出ないと言われまして。ああ、さっきよりクオリティ出てる出てる。そうですね、これは出てる。これは何 の、 あの筋肉でございますか。後背筋です。やりながら答えてる。背中の筋肉、後背筋、はい、あー、なるほどね。まあ、この辺がこうだね。この辺がこうだね。相澤さん、あ、やばい、ヒップアップ、ヒップアップ体操してます。ヒップアップ体操してます。あなたもさ、僕質問があるんですけど、はい、相当明るい方ですよね。あ、本当ですか。あ、ブログ、はい、ブログ。このタイプの人ってちょっとやっぱ気取った人が多かったり。そうそう、でもそうなんだけど、どっからこう、なんだろう、ラフになっちゃった、はい、それが人気だと思うんですけど。いや、でもあれですかね、もともと私、あの19歳の時に渋谷駅の八丁口で、うん、君も安室奈美にならないかって言われて、本当にスカウトされて、うん、なれると思って出てきたんですけど、それたらもう、周りのレッスン生の時点で、可愛い子ばっかだし、歌のうまい子ばっかりで、あなたを思ってして、え、もう全然です。でもそういうのも含め、オーディションとかでもやっぱ絶対落ちるじゃないですか。で、あ、私はビジュアルで勝負できない人なんだっていうのを半年ぐらいで、19歳のその時に、そう、悟って、そっから、うん、そうですね、もっとそれプラスアルファの自分の面白さなのか明るさなのか、そういうのを身につけなきゃっていうのは常に意識はしてます。普通になんか気取った顔だけ多分ブログのオーケーションも誰も見てくれないんで、大笑いしたよ。本当ですか、嬉しい、うん、ちょっとだけね、なんか見てくすって思われるようなのがいいなと思う。全然思う。よかった、いや、とてもいいですよ。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒップアップ体操してます。よろしく。滑舌ですね。滑舌の稽古ですね。あ、それ滑舌の稽古なんですか。これの割り箸をこうやって挟むと、皆さんもぜひやってみてください。あ、そうなんですか。はい、滑舌をですね、よくなるんですよ、これ。あ、そうなんだ。そうなんです。それ一般的に知られてますし、知ってほしいですね、皆さんに。そうです。これちょっとなんか、なんて言って喋ってるか分からないよっていう人がもしいたら、はい、これをやると、はい、これをやって普通に喋った後に、はいはい、これを外すと、うん、こうやって滑舌が良くなるんですよ。はい、これは噛みながら言うってことですか。そう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 。これ噛みながら。なるべく相澤さん、冷ややかにお願いしますね。これ、あの偽物商法みたいで、冷ややかに、冷ややかな対応で。意外とね、そうですかみたいなのでいいですね。おはようございます。おちょくってますね、これ。甘いよね。おひょうさん、あなたは広島に行くよ。これね、このまま喋るの難しいよ、ね、難しいでしょ。そう、広島で滑舌を行こうと。そうそうそう、ちょっとなんか、やっぱり物を売ってる人ってインチキでもこのくらい説得力がないと難しいですね。本人が信じきってますもんね、これ。そうじゃないと商人は売れません。